皆様こんにちは、夢野です。今日はですね、この写真とテーマが少し関係があるっていう感じなんですけれども、まずこの写真のお話をするんですが、私先日ですね、素敵な空間を作ろうと思ったんですよ。なんか素敵な空間作りたいなって不意に思って、めちゃくちゃ満足のいく空間ができて、いや、やっぱりいいなとか思って、すごくねニコニコしていたんですよ。で、特に SNS に上げるとかではなくって、写真を撮ろうっていうことで撮ったんですけど、私の目で見るとめちゃくちゃ温かみがあって素敵な空間なんですけど、写真だとなんか台所の油跳ねガードなんですよね。おかしいなって思って、カメラを通さず自分の目で見ると、いや、いいじゃんって思うんですけど、あ、これ思い込みなのかなって。写真に撮ると、台所、天ぷらするのかな、油跳ねたら嫌だよねみたいな感じになるんですよね。この思い込みっていうのが、今日のテーマにめちゃくちゃ関係が実はあるんですけれども、たまに聞かれていたんですけれども、統合失調症の一族についてどう思うっていうことを結構たまに聞かれるんですよ。世界的に有名な統合失調症の一族っていうことで本が2年前に出ているんですが、結構その精神疾患の研究に関係がある一族なんですよね。一族の半数以上が統合失調症っていうご家族なんですよ。一族なんですけれども、当時結構話題になって、やっぱりこう統合失調症は遺伝なのか環境なのかとかね、そういうこととかが本に書いてあったりするんですけれども、一応私も統合失調症の当事者ということで、意地悪な意味ではなくって、統合失調症の一族についてどう思うっていうことをね、結構聞かれるんですけれども、どうやらYouTuber さんが取り上げていたということで聞かれたんだなって思ったんですけれども、私の中でこれってめちゃくちゃ難しい質問なんですよ。私自身は当事者なんですけれども、一族っていうことに対してすごくね、思うことがたくさんあるんですよ。まずなんですけれども、私が統合失調症の一族っていうのを作ることがないんですよね。ここがまず難しいところなんですよ。YouTube ではずっと言ってるんですけれども、結婚の意思とか結婚願望とかないので、私から一族を作り上げるっていうことがまずないんですよね。というのも、私の場合って自分の親族とか家族とかに統合失調症の方っていないので、まず一族っていうことに対して意見を求められると一番困るのが、一族っていうことを自分自身から始めないと作ることができないので、そこは難しいよねってなるんですよね。どう思うって言われても、私がまず環境でも遺伝でもないっていう状態なので、いやー難しいよねってなるんですよ。やっぱりまだまだ統合失調症って解明されていない部分が多いので、どうしてもね、遺伝なのか環境なのかっていうところになりがちなんですけれども、どちらもあるんじゃないかなって思ったりもしますし、ただやっぱりね、海外ほど私の一族は統合失調症ですっていうことをオープンにされている方ってそんなに日本にはいないんですよね。たまに最近ドキュメンタリーのような形で見たりもするんですけれども、いや、これは統合失調症の方なのかなってやっぱり思うところとかもたくさんあったりもするので、本当に難しい病気だなって思うんですよね。で、最初の天ぷらのね、油跳ねガードみたいって客観的に見ると見えるけど、私の中ではめちゃくちゃ素敵な空間っていう、この思い込みなんですけれども、この統合失調症の一族っていう本の中で、自分は有名な音楽家だって思い込んでいるっていうね、そこがすごく強く表現をされていて、思い込みから来ているんじゃないかっていうのがあるんですよ。その部分が私はすごく、統合失調症の一族ってどう思うって言われるとすごく答えるのが難しいんですけど、その思い込みであるとか、その家族がどんどんおかしくなっていくっていう表現があるんですけれども、その思い込みの部分はね、すごくね、理解ができるというか、私自身がその有名な音楽家の人であるとか、すごく
高い位の人であるっていう思い込みはないんですけれども、めちゃくちゃ自分の中では納得がいっているっていう思い込みって結構あって、ただ私の場合はそれが有名な音楽家の方であるとか、すごくこう高い地位の方であるっていうことではないだけで、思い込みっていうのはやっぱりすごくあるなって思います。一番症状がひどい時っていうのは、なんて言うんでしょうね、人から何か言われてるっていうことも最初は思い込みから始まるってよく言うじゃないですか。まあ、昔はそんな優しい言い方っていうのはされていなくって、思い込みとかね、そういうことではなくって、嘘ついてるとしか言われなかったんですけれども、そういう点が最近すごく優しい表現になったなって思うんですよ。思い込みから始まってるっていうふうに言っていただけるっていうのはすごく優しい表現だなって思います。昔はやっぱりこう嘘が始まったとか、また虚言癖が始まったっていうふうになっちゃっていたので、やっぱり思い込みってすごくあって、私がやっぱり部屋の中がすごく怖かった時ってあったんですよね。引きこもりの暗黒の何年間かなんですけど、その時の思い込みって何かっていうと、部屋に隙間を作っちゃいけないっていうのがあって、まあ、これ過去も話してるんですけど、プチプチがあるじゃないですか、梱包のプチプチですね。あれを家族に買ってきてもらって床を埋め始めたんですよ。なんでかっていうと、そこに誰かがいる、見張られてるって本気で思ってるから、部屋の隙間とかベッドの下とか、そういうところにね、隙間があると誰かがそこで隠れて潜んでるんじゃないかっていうのがずっとあったんですよ。だからお部屋ってあるじゃないですか、汚い部屋に自分でしてたんですよ。だから押し入れの中も今でこそすごくスカスカなんですけど、パンパンなんですよ。でお洋服も私はたくさん買って多かったんじゃなくって、手放すことができなかったんですよ。なんでかっていうと、その手放した空間に誰かが入り込むかもしれないって本気で思ってたんですよ。だから高校生の頃からのお洋服とかもずっとお部屋にある状態だったので、一番部屋が荒れていた時ってお洋服の数もう冗談抜きで1000着とか普通にあったんですよ。もうずっと捨てられないから。隙間を作ることが、とにかく誰かが侵入してくる、もうその時は宇宙人とか人間とかいろんなこと言ってたんですけど、誰かが私を見張ってるから隙間を作っちゃいけないっていう、そういう時期が本当にあったので、思い込みから始まってるんですけれども、私の中では少しでも隙間ができちゃうと、あ、誰かいるから助けてみたいな時期があったので、やっぱり思い込みっていうのはきっかけになるんじゃないかなって思います。この思い込みって、なんて言うんでしょう、統合失調症のきっかけにもなるんですけど、そこでいい先生に出会うかどうかも大きいなって今では思うんですよ。私の場合はなんて言うんでしょう、そこでもうその統合失調症であるっていう分かっている状態であっても、それがやめられないんですよ。やめられるものじゃないので、お薬で抑えることができるっていう方もいると思うんですけど、私の場合はお薬を飲んでいてもずっとそれだったんですよ。本当に愛犬が来るまでは床に足の踏み場を作ることが怖かったんですよ。もうそこに誰かが絶対に入ってくるって思ってたので、もうお部屋の過去の写真ってもう悲惨なことになっていて、自分でも今でも見るのが嫌なんですけど、どこかのハードディスクに入ってると思うんですけど、でもこの思い込みっていうのが、この統合失調症の一族の中でめちゃくちゃたくさん出てくるんですけど、全てのきっかけが思い込みなんじゃないかなって私は本を読んで思うんですよね。何回読んでも最終的にいつも思うのが、きっかけは思い込みだったんじゃないかなって、そのスタートとなる家族の思い込みから始まって、そこから子供もどんどんおかしくなっているように思えて、で診察をして統合失調症であると。ただそれはお医者さんもいつもと同じ目で見たのかなっていうところも疑問だったりするんですよ。なぜなら親が統合失調症であるっていう前提でもう診察してるじゃないですか。それって普通の目線で見れるのかなって。普通の目線って何かっていうと、純粋に初めて見る患者さんっていう目線で見れたのかなって、その目線と、あ、親御さんも統合失調症なんですねっていう目線で見るって多分違うと思うんですよ。
どんなに冷静なお医者さんだったとしても学ばれているし研修されているし日々進化する医療の中でお仕事されてるじゃないですか。ってなったらやっぱり遺伝か環境かって頭に入っていると思うので、あ、この親御さんは統合失調症でお子さんを連れてきたってなって、でそれがどんどん続いていくじゃないですか。ってなるとスタートが思い込みっていうのは合ってるんじゃないかなって思うんですよ。なんかすごくね、統合失調症の一族っていうことに関してお話をされているYouTuberさんがいらっしゃって、それ見たんですけど、やっぱりなかなかこう見ていて、辛いことを結構たくさんおっしゃっていたんですが、やっぱりその他者から見るとそういう風に見えちゃうのかなって、定期的に話題にはなるんですけど、本ができた時はすごく話題になって、本の帯に結構各回の統合失調症をオープンにされてる方のコメントとかが出ていたりしたんですけど、やっぱりこうなんて言うんでしょうね、ニュースでね、統合失調症という言葉がポジティブな使われ方をすることって本当に最近はないので、やっぱりそういう風な感想を持たれたんだろうなと思ったりするんですけど、なかなかそのコメント欄とかもね見ていて、結構そうですね、複雑な気持ちにはなりつつも、やっぱり私の中で他人軸のね考え方であるとか、感想とか意見っていうのを結構積極的にガツガツしょっちゅう取り入れている人間ではあるので、今回他人軸ってどういうことかっていうと、世間的に統合失調症というのがどういうふうに思われているかっていうことですよね。結構その YouTuber さんとかって上げられてすぐの動画とかって、新鮮なコメントとか、その方の新鮮な感想が出ているなって思うので、結構そういうのって見ていてね、複雑な気持ちだったりちょっと苦しい気持ちにはなりつつも、やっぱりそういう風になるんだなって思ったりもするんですよね。結構取り上げた方がいいっていう意見もたくさんあるんですけれども、なかなか難しいんですよね。特に今の時代って何でもかんでも差別だってされるじゃないですか。なんですけれども、統合失調症に関しては差別をしてもいい疾患であるみたいなところがすごくあって、っていうのがやっぱり何かしらの犯罪を犯したのに無罪になるっていうのって基本的に精神疾患の中では統合失調症なんですよね。だから統合失調症っていうのは犯罪を犯す可能性があるし、実際に犯罪を犯した人が無罪になるような病気だから差別してもいいっていうのがすごくあるんですよ。それが結構見て取れる感じだったなって思っていて、略し方とかもね、統合失調症は差別的な意味もあるんだと思うんですけれども、脳がね糖分お砂糖みたいに溶けちゃってるっていう意味もあって、過去にね糖質っていうのがお砂糖の糖ですね、糖質っていう風に言われたりもしていて、そういうのも最近減ってるのかなと思いきや全く減っていないっていうのが現状なので、なかなかやっぱりこの病気っていうのは、こうやって私も今普通に話してるんですけれども、こう話していることが常であるかって言ったらそうでは全くなくって、人のお話を聞くっていうことをしているんですけれども、それを常に冷静な状態でできているかって言ったらなかなか結構大変だったりもするんですよ。やっぱり慣れているからできているっていうところはすごくあると思うんですよね。というのがやっぱり一人一人違う方なわけですよ。同じようなタイプの方っていうことを私はあまり考えたくなくって、一人一人違う方で一人一人違う考え方とか違う気持ちっていうのをすごく大切にするようにしているので、毎回毎回やっぱり違うことをおっしゃられたとしてもしょうがないと思うんですよ。それが当たり前って私は思っていて、自分自身もやっぱりそうですし、急に昨日と違う気持ちになったり昨日と違う感覚があったりとかするので、ただこの統合失調症の一族っていう本を読むたびに私が思うことなんですけど、その思い込みから始まってるんじゃないかっていうところもそうなんですけど、その遺伝なのか環境なのかって言い始めちゃうと、統合失調症ってないんじゃないかなって思ったりするんですよ。もしくは全ての精神疾患が統合失調症に関係があるんじゃないかなって思ったりもするんですよ。っていうのが、環境なのか遺伝なのかって言い始めると、虐待をされた人は必ず虐待を繰り返してそれが連鎖していくって最近結構ニュースでもあるじゃないですか。あと虐待以外もなんですけれども、暴力とかね、
まあそういうことも遺伝なのか環境なのかとかってなってくると、じゃあ全てが統合失調症なのか、もしくは統合失調症はそもそも存在しないのかとかね、そういうことになってきたりもするので、すごくね考えさせられる本であり、考えさせられる、統合失調症の一族なんですけれども、まあこうやってね自分の考え方とか本を読んでどう思ったかとか、そういうことをねあたかも自分が考えたことかのように堂々と話す人っていうのが統合失調症にある特徴だっていうふうにね、その感想をおっしゃられていたので、私ずっとこんな感じなんですけれども、ずっとこんな感じを演じているっていうふうに捉えられていたとしてもね、あまり気にはならないんですが、そういうもんなのかなって思いますね。実際に何て言うんでしょう、自分が思ったことを言葉にできるっていうのはすごくいいことだと私は思っているので、ここまでの15分ぐらいがですね、全て虚言と妄想だと私の普段のお話を聞くっていう仕事とか、今までの人生っていうのが結構崩壊してしまうなと思うので、なんかこうすごくいろんな感情を持ってその感想を話されている動画とかね、コメント欄とかを見ていたんですけれども、やっぱりその当事者にならないとわからないっていうのがあると思うんですよ。その統合失調症に実際になってみないとわからないことってあるじゃないですか、多分幻覚とか妄想とかそういうものって想像とは全く違うと思うんですよね、こんなにもリアルに現れるんだとかね、逆にアニメーションが毎回毎回現れるっていう方もいるんですよね。生身の人間ではなくてアニメーション、私の場合も宇宙人だとかそういうこともあったんですけど、ちっちゃい頃妖精がいておしゃべりをしていたっていうお話時々してるんですけど、その妖精はアニメーションではなくって思いっきり人間がちっちゃくなって羽が生えてるっていう、まさにティンカーベルを人間にしたっていう感じだったんですよね。やっぱりそういうことも本当に人それぞれ違うので、当事者の方でやっぱり本当に難しい病気だなって思います。ということで今日は久しぶりに統合失調症についていろいろとお話をしました。やっぱりね、統合失調症の一族ってどう思うって久しぶりに聞かれたことと、それに関する YouTube をね上げられている YouTuber さん、結構ね昔から活動されてる有名な方だったので、ちょっと真面目にお話をしてみました。そんな感じで今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。